ミナルで撮ってるからずっこけちゃったじゃないですか。おはようございます。おはようございます、中村大輔です。琵琶湖オープンの最終戦ということで会場に来てます。当日の朝なんですけれども、琵琶湖オープンの最終戦は去年自分が琵琶湖の試合戻ってから初めて優勝できた大きな試合なんで、すごい思い入れはあって、結構自分としては来れる範囲で湖しっかり来てたんですけれども、一言で言うと難しいですね。魚がコンディションが見えてないんではなくて、ここまでで結構うまく魚を追えてきてると思うんですけど、ただ分かっていることとしては難しいことが分かっているという感じですね。シャローの魚現状ではサイズがそんなでもないし、薄いし食い気がないし、でいろいろ考えてたんですけども、去年のこともあって、もう一回勝ちたいっていうのはあったんですが、今回はシャローの状況を見て無理、難しい僕にはということで、優勝する狙うとすると、5キロ6キロとかがいると思います。湖全域の A 級の場所を走り回ることになると思いますが、リスクが大きすぎる。ですからシャローの釣りとしてはすっごい古典的なやり方なんですけども、スタート地点の近くを、丁寧に釣っていく、目標はなんとか3つ釣って、4500 1時間半ごとに1本ずつ、その3本揃えて4キロか4500を目指していくと表彰台が見えてくるっていうことで、そんな感じの展開にしていきたいなと思ってます。はい、10秒前になります。あのワンマイなんでゆっくり出てくださいね。はい、今ハンなりました。あの出産の方してください。ハンなりましたんで出産の方してください。1ページ出ますと僕が足りてますんでね、気をつけてください。よし、行きましょうか。今年の総決算、厳しい試合になりますですけど、厳しい中に光が見出せるか。お願いします。スタートから30分、朝はバイト出にくいかな。試合があるんですよね。魚自体はいるんですけど、そんなにたくさんではないですけどね、いるんですけど、多分僕は水温だと思うんですけど、タイミングによって食ったり食わなかったりするみたいなんですよね。点が見えてこない。ちょっとルアーが落ちてるとこで30センチとか、プラクティスで3キロみたいな魚がそんなにっていうか、ここ1ヶ月では僕は釣れてなくて、ほんで試合でそれが来てほしいっていうのはちょっとこう神頼み的ですね。あの神様うますぎる。よくシャローの釣りはギャンブルだっていう言い方あるじゃないですか。まあ当たるも八景的なね、当たってよかったねみたいな風に捉えられることもあるんですけど、僕それは違うと思いますね。食ったな。ジャストキッパーか。着底直前にパフって加えた
感じで、加えてそのまま、はい、一発で食ってたかは厳密には分かんないですけど、あの食ったなとかちょっと言いながら、あの食ったなっていう気持ち前にバイト感知してたんで、少しタイミングを送り込めたっていう感じです。割と即合わせちゃう傾向があるんで、それは自分としては今日の状況を考えたら正しく動作できたかなっていう感じです。ちなみに今日はあんまり絞り込みすぎずに打ってます。この一角だったらここがいいだろうなとか、こっちはあんまりじゃないのとかあるんですけど、一つはシンプルに長く水にルアーをつけておきたいっていうのもあるし、もう一つは魚が薄い中で、こうなんとか拾っていきたいっていうのがあるんで、魚がこう綺麗にここならいるみたいな感じで見えてるわけではないので、ちょっと広めに打ってるっていう、先入観少なめで打とうって感じですかね。バイトあると思わなかったんだから。いいフッキング。春の時覚えて出てるかどうか、カーバーがもっと狭かったと思うんですよね。チャネルラインがはっきりしてるんです。で、そのチャネルラインとの兼ね合いで釣れるところがはっきり分かるんですね。あの時釣ったビッグフィッシュとかも、もう一回見ていただくと、アウトサイドの綺麗に一番えぐれてるところ。でも春だから流れがそんなにガンガン来るわけじゃない。そういうところにいてくれたんですよね。これはでかい。これはでかいわ、服部さん。この地形が少しこうダラッとした感じに、川幅が広がった分なっちゃいました。釣れてほしい場所入ります。うん、水深も十分ある。浅いけど十分釣れるはず。1キロぐらいはあったな。でも今のしょうがないな。チャンネルなりの頻度がはい、そうです、チャンネルなりです。でだから川って基本的には広がれば広がるほどだらっと浅くなるし、狭いところほどキュッと深くなって、かつインサイドは浅く、アウトサイドは深く、そういうなんて言うんだろう、理科でやったような話がそのまま当てはまる水路です。食ってんな。
見える見える。よしよしよし。取る。よっしゃ。フットボールみたいなやつ。ちっちゃいっすけどね、サイズはこんなんだから。40ぐらいはあるのか、でも1キロはありそうですね、余裕で。しびれる。よし、やった。でかいでかい、気持ちの上ででかい。いやー、しびれた。しかし、あー、僕やっぱバスフィッシングのトーナメント好きやわ。船もだいぶ戻ってきたし、みんな釣れてんのかな、こんな早くに。ん？ちゃうわ、時間や、僕間違ってましたわ。あんまり悠長なことしてる時間ないんだ。今年のラスト行こうかな。それで、あ、諦めの悪い。本当にラスト。しょうがない。まあよく頑張りました。いいじゃん。よくない、みんなこんな感じ。35ぐらい揃うだけで大変だ ね。ちょっとほら、丸くてかっこいいでしょ、シャローの魚。いいじゃん、よいしょ。お願いします。はい、どうぞ。はい、3本でいけ。なんて2600。あ、でも結構あったわな、2600か。上出来上出来、すごいビッグフィッシュっていうわけではね、もちろんないんですけど、ご覧いただいた通り一匹ずつ一匹ずつ頑張って頑張って、それこそも絞り出すようにシャローから持ってきた大事な魚です。それでは50位から発表します。50位、前川康人さん、2010g。 はい、どんどん呼んでいきますんで、30位、2670g、中村大輔くん。29位、2730g、長谷川正俊さん。30位、頑張りました。28位、2010年年間総合成績でございます。5番まで入られた方は前に出てきてください。一応10位から発表したいと思います。第10位、第6位、中村大輔さん。以上が10位から6位まで。まあまあ映画だけ、5位からは前に出てきてください。はい、お疲れ様でした。ということで、2600ちょっと、順位としては30位ジャストでした。この30位によって年間が6位ということですね。うん、良かったと思います。目標の4500っていうのはやっぱりお立ち台に絡む目標値で、悪い設定じゃなかったし、その可能性が全くなかったわけではないわけです。で、まあベストのこう食ったもの魚全部持ってこれるわけではなかったんだけど、その中で一応自分のやることは精一杯やったかなという感じですね。で、特に最後の1本、それが効いて30位、それから年間が6位になったわけですね。年間のことは正直言うと、今回お立ち台に絡めればいいとこ行くだろうなっていうことは思ってました。だけど年間を考えてもしょうがなくって、目の前の一匹一匹っていう感じでやっていって、
実際に3匹目はものすごくきつかったわけですけど、あの1本取れたのはやっぱりすごい自信になります。来年にもつながる1本ですね。それから琵琶湖オープンの年間、琵琶湖オープンってすっごい難しい大会だと思うんです。参加人数すごく多いし、いろんな釣りする人いるからウエイトも高いし、すごい計算しにくい大会なんですけど、その大会でこれで去年5位、今年6位、シングル2つ続けてこれてるっていうのはすごいいいことだなと思います。自分の釣りの形できてきてるなっていう。この大会は今言ったように狙いにくいんで、来年こうですとは言いにくいんですけど、やっぱり来年もすごく意識してやりたい、年間も意識しながらやりたい大会だなと思ってます。ということで最後の1本を来年につなげていきたいなという感じでしょうか。目いっぱい打ちましたちょっとそんな具合が届いてればと思います。どうもありがとうございました。打ってたらこう打ち込んだ後に着水、着底、ちょっと水深このぐらいだなとか、こういうのを頭の中でやるのがこのシャドウの釣りの面白さの一個ではないかなと思うんですよね。フックはフリッピング用の30で、こういうワームのズレ止めをつけて、あのアイをくぐらせて内掛け結びでクッキングした時に針が起きるような感じで結んでます。どんなルアーとか色とか考える時には、一番大事なのは単純にすり抜けること、それからフッキングがいいこと、機能性が一番先ですよね。ルアーはこんな感じ。まあよく言えばジャングルクルーズみたいでしょよく言い過ぎか すごく思い出に残る年になりますよね。こう京都チャプターにしても年間取れて、年間1位を取れて、琵琶湖オープンも年間意識して6位になって、そういう結果もなんですけど、それらをすごくこう自分でやろうと思って、やろうと思ったイメージがあって、そこに向けてちゃんとやるべきことをやって、それに近づけたっていうことで、生意気ながらフィッシャーマンとしても人間としてもちょっと前進したぞっていう感じはあります。でも同時に両方ともなんですけど、完成形はないし、自分の至らない部分、まだ成長できる部分は自分自身が一番よく知ってるから、例えば今日のじゃあ上から3つの魚釣ったらいくつあんのよとか、そしたらどういう結果になれるんだろうとか、夢はまだまだありますよね。夢をまだまだ持ちつつ、でもなんかこう今までのやってきたこと、今までの思いとか含めて、そういうのが一つ形になった、こう結実したっていう手応え、嬉しさ、充実感、そういうのが思い出に残りますよね。